こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。おはようございます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 。ヘイスミスです。こんにちは。結局こんにちはって言っちゃった。そこ選んだ。あのですね、いきなりなんですけど、はい、今日の動画はですね、ちょっと僕の夢を一緒に叶えてくれる人いないかなと思って、うん、あ、なるほどね。撮らせていただいてます。はい。僕の夢はですね、はい、高校生の、うん、吹奏楽部とか、あ、ブラスバンド部とか、うん、なんかオケとか、うん、なんかそっち系の人たちと一緒にライブをしてみたいっていう夢があるんです。いい夢ですね。で、我々ですね、はい、3月の下旬にですね、ちょっと大きなライブを企画してます、うん、はい。で、そこで一緒に演奏してくれるという高校生のそっち系の部活の人を募集します、はい。とにかくですね、まあ、まず一つは自分の夢っていうとこです。で、それで一緒にやってほしいっていうのが一つやねんけど、もう一つはやっぱ去年結構演奏会とか全然できひんくなったと思うから、なんかその部活の夢も一緒に乗せてくれると嬉しいです、うん、はい。とにかく上手い下手とかマジでどうでもいいんで、熱いやつ、なんかとにかくやる気のあるやつと一緒に、ライブを作り上げたいなと思ってますんで、ぜひ、高校生のそういう部活の人たち、そういう部活とは、吹奏楽部とか軽音楽部とか、そうですね、軽音、あれやな、ブラスバンドとか、うん、軽音部じゃないな、軽音ではない、うん、ブラスバンドとか吹奏楽とか、ね、うん、まあオケとか、うん、そういう感じですね、はい。ちょっと軽音は我々で、あ、なるほどですね、やりますんで、なんで、そういうクラブの人たち、ぜひ応募してください、はい。それでですね、はい、応募してくれる時にですね、うん、部長さんの名前とか、うん、部員が何人いますとか、はい、こういう楽器の人がいますとか、もし、あれば練習風景とか、うん、演奏会のなんか様子とか、うん、そういうのも一緒に送っていただけると嬉しいです、はい。3月卒業シーズンに最高の思い出を一緒に作りたいと思います。ということで、皆さんのメッセージとともにご応募お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。ヘイスミスでした。